日本鹿児島県鹿児島市桜島部長。桜島部長は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島郷、竹村。鹿児島郡西桜島村大麻部。鹿児島郡桜島,島町部。郵便番号は 891-1416. 人口は469人。世帯数は265世帯。桜島の北部に所在し、火山洗浄地の先端部に位置する。 町域の北東には、深谷川を挟んで、桜島藤野町、南西に、長谷川を挟んで、桜島赤瀬原町がそれぞれ隣接しており、北西には、鹿児島湾に面している。主に、雲州みかんや琵琶などを中心とした果樹が生産されている。1949年には、地内から部海塚が発掘され、縄文土器が出土している。 1944年と1949年に、地内で発掘調査が行われ、縄文期の頃のものと見られる部貝塚が発見された。貝塚の上層からは、一木式土器、西平式土器、中層からは、上層より古い一木式土器や金崎式土器、下層からは、イブス式土器、出水式土器が発掘され、他にも、動物の骨、 魔性石器なども発掘されている。福岡県で主に出土される金崎式土器、熊本県で主に出土される西平式土器が発掘されていることから、この頃より九州各地との交流が行われていたとされる。竹という地名は戦国期より見え、大隅国向島のうちであった。天文6年の本田木守宛、島津勝久宛が以上に記述が見えるのが、 地名の初見であるとされる。天正元年以降は北郷寺久資料となった。江戸期には大隅国大隅郡桜島里のうちであり、村高は天保豪町では297国余り、急行丘陵取調べ町では350国余りで、桜島では最大の国高数であった。この頃より竹村と称されるようになった。 安永8年の桜島大噴火では、噴石や荒廃による被害が甚大であり、村民は鹿児島城下に避難した。1889年に町村制が施行されたのに伴い、桜島の西半分の区域より西桜島村が成立し、江戸期の竹村は西桜島村の大技、部となった。1973年には西桜島村が、 調整志向し、桜島町の大技となった。2004年に桜島町が鹿児島市に編入され、大技部は鹿児島市の町名、桜島部長となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。